創世紀36章。これはエサウ、すなわちエドムの歴史である。エサウはカナンの女の中から妻をめ取った、すなわちヘテ人、エロンの娘、アダとヒビジンツブオンの子、アナの娘、オホリ・バマ、それにイシュマルの娘でネバヨテの妹、バセ・マテである。アダがエサウにエリファズを産み、バセ・マテはレウ・エルを産み、オホリ・バマは、 えー、エウシャ、ヤララム、コラを産んだこれらはカナンの地で生まれたエサウの子であるエサウはその妻たち息子娘たちその家のすべてのものその群れとすべての家畜カナンの地で得た、えー、全財産を携え弟ヤコかが慣れて他の地へ行ったそれは二人が共に住むにはか彼らの持ち物が多すぎて彼らが滞在していた地は彼らの胸のために彼らを支えることができなかったからである それでエサウはセールの産地に住み着いたのであるエサウとはすなわちエドムであるこれがセールの産地にいたエドム人の先祖エサウの系図であるエサウの子の名は次の通りエサウの妻アダノコエリファズエサウの妻バセマテノコレウエルエリファズの子はテマンオマルツエファガタムケナズであるティ,ムティムナはエサウの子エルファズのそばめで エルファーズにアマレクオんだ、えー、これらはエサウの妻、アダの子である。レウ,レウエンの子,子は次の通り、ナハテ、ゼラフ、シャマ、ミザ、えー、これらはエサウの妻、バセマテの子であった。ツブオンの子、アナの娘で、エサウの妻、オホリバマの,バマの子は次の通り、えー、彼女はエサウにエウシ,ャエウシュとヤラムとコラウンだ。エサウの で市長は次の通り、エサの長子はエルファズの子では、市長テマ、市長オマル、市長セフォー、市長ケナツ、市長コラ、市長ガタム、市長アマレクである。これらはエダムの地にいるエルファズから出た市長で、アダの子である。エサの子、レウノの子では次の通り、市長ナハテ、市長ゼラフ、市長シャマ、市長ミザ。これらはエダムの地で、レウヨから出た市長で、エサの妻、 バセマテの子である。エサの妻は、妻、オホリバマの子では、次の通り、市長エウシュ、市長ヤラム、市長コラである。これらはエサの妻で、アナの娘である。オホリバマから出た市長である。これらはエサ、すなわち、エドムの子で、彼の市長である。この地の住民、ホリジン、セールの子は次の通り、ロタン、ショバル、ツボン、アナ、ディッション、エツエル、ディッシャンで、 これらはエドムにいるセールの子ホリズンの師長であるロタンの子はホリヘ,ラムヘ,マヘマムロタンの妹はティムナであったショバの子は次の通りアルワンマ,ハナマナハテエバルシェフォーナホームツボンの子は次の通りアヤアナこのアナは父ツボンのロバを飼っていた時アラノで温泉を発見したアナである アナの子は次の通りディ,ディションとアナの娘、オリ、オホリバマ、ディションの子は次の通りヘムダン、エシュバン、イテラン、ケラン、エツエルの子は次の通りビルハン、アザワン、アカン、ディシャンの子は次の通りウツ、アラン、ホリジンの主張は次の通り主張ロタン、主張ショバル、主張ツボン、主張アナ、主張ディション、主張 エッセール、シチョウ、ディシャ、ディション。これらが堀人の主張で、セールの地の主張である。イスラエル人の王が治める以前、エドムの地で治めた王たちは次の通り、えー、ベオリの子、ベラがエドムで治め、その町の名は、えー、ティヌ・バハであった。ベラが死ぬと代わりにボツラがで出て、ゼラフの子、ヨアブが王となった。ヨアブが死ぬと代わりに、えー、テマン人の地から出た。 フシャムが王となった。フシャムが死ぬと代わりにモアブの野でミナジンを打ち破ったベタテの子、ハダテが王となった。その町の名はアビ,テアビデであった。ハダテが死ぬと代わりにアスレカがから出たサムラが王となった。サムラが死ぬと代わりにレホーポテハナハルから出たサウルが王となった。サウルが死ぬと代わりにホク,ホクボルの子、バールハナンが王となった。 アクアクボルの子バール花ナンがおうとなったアクボルの子バール花ナンが死ぬと代わりにハダルがおうとなったその町の名はパウパウであった彼の妻の名はメ,メタブエルでメザハブの娘マレレテの娘であったエサウカ出た市長の名はその子族とその場所によってその名を上げると次の通り市長ティムナ市長アルワ市長 テテテ、市長オハリバマ、市長エラ、市長ピノ、市長ケナズ、市長テマ、ま、市長ミブツアル、市長アグティ,ティエル、市長イラム、これらものは彼らの所有地での部,、えー、部落ごとに挙げたエドムの市長たちである、えー。エドム人の先祖はエサウである。